ライリー・キートン・アダムスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴエンシニタス出身のプロ野球選手、ウトを右打ち。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。高校時代は、野球と並行して、バスケットボールもプレーしていた。2014年の MLB ドラフト37巡目で、シカゴ・カブスから指名されたが、契約を拒否して、サンディエゴ大学へ進学した。 2017年の MLB ドラフト3巡目でトロントブルージェイズから指名されプロ入り。契約金は54万2千ドル。参加の A-9 バンクーバーカナディアンズでプロデビューし、52試合に出場して打率。305、3本塁打、35打点の成績を記録した。2018年は A 級ダニーデンブルージェイズで99試合に出場して打率。 246、4本類四43打点の成績を記録した。2019年は A 級ダニーデンで開幕を迎え、シーズン途中に A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツに昇格。2チーム合計で100試合に出場して打率、261、14本類五51打点の成績を記録した。2020年は新型コロナウイルスの影響で、 マイナーリーグの試合が開催されなかった。オフの11月20日に40人枠に登録された。2021年は、トリプル A 級バッファローバイソンズで開幕を迎え、5月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、試合に出場することなく5日に、再びトリプル A 級バッファローに降格。その後6月8日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 同日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビューを果たした。この試合でカルロスロドンからメジャー初安打となる二塁打を放った。2021年7月29日にブラッドハンドとのトレードでワシントンナショナルズへ移籍した。3歳の頃から空手を練習しており、13歳の時に二度の黒帯を獲得している。兄のキャメロンも野球選手で、 セントルイスワシントン大学でプレーしていた。大学時代は、白金吉の研究を行っており、カリフォルニア州の科学博覧会に招待されるほどの成果を残した。フロム、A ブラックベルト2ホームランズ、ライリー・アダムズ・キャンドゥイット・オール。ナショナルポスト、2021年6月15日閲覧。Facebook、アメリカドルキャッチャー、ライリー・アダムズ・セレクテッド・バイ。 トロントインサードラウンドオブ MLB ドラフト。サンディエゴユニオントリビューン。2021年6月15日、閲覧。クレメンスさん、KC サインズウィズ・ブルージェイズ。MLB.com。2021年6月15日閲覧。ブルージェイズ・ファームレポート、ライリー・アダムズ・アジャスティング・イン・バンクーバー、スポーツネット、さ。 www.sportsnet.sa.2021 年6月15日閲覧。ブルージェイズプレスカーク、メロン、カストローン10、デイル。MLB トレードルモアズ2021年6月15日閲覧。ブルージェイズセレクトリースマグワイヤー、ムーブジュリアンメディウェザー260、デイル。 MLB トレードルモアズ2021年6月15日閲覧ブルージェイズプレイスダニー・アンセン・オン・ルリコールライリー・アダムズ MLB トレードルモアズ2021年6月15日閲覧ナショナルズ・トレード・ブラッド・ハンドツーブルージェイズ MLB トレードルモアズ2021年7月29日閲覧フロム・ A ・ブラック・ベルトツーホームランズ ライリー・アダムズ・キャンドゥ・イット・オール。ナショナル・ポスト、2021年6月15日、閲覧。フェイスブック、オンコートア・ビハインド・プレイド、アダムズ・キャンプレイ。サンディエゴ・ユニオントリビューン、2021年6月15日、閲覧。ありがとうございます。